努力だな。今回ご紹介するのは所作の 2.0 コンパクト財布となります。こんな感じでめちゃくちゃ長いんですけれども、はい、1枚の革とここに1本のボルトだけで仕立てられているお財布になりまして、はい、ちっちゃいのでポケットとかにも入れられるサイズ感になります。でちょっと長いので使いにくいんじゃないかと思うんですけども、ここでちょっと折っていただくと、うん、こういうお札とも結構開きますし、うん、カードもメインのものはこっち側に入れていただいて、うん、サブのものはこっちに入れていただくと取りやすいかなと思います。はい、であとは小銭ポケットですね。ここに並べて入れていただくような感じで、はい、だいたい 13、4 枚ぐらいを目安に入れていただければちょっと綺麗に入るかなと思います。うんうん、はい、まあ、割と容量は入っているんですけれども、うんうんうん、こんな感じで、はい、ただ結構薄く持てるかなと思います。うんうん、今こちらはフローラルで内側がネイビーのお色の、まあ、2年ぐらい使用したものをご紹介させていただきました。はい、一番最初はこちら側の結構鮮やかなブルーのタイプなんですけれども、うん、使っていくと割とここがちょっとブルーグリーンの水色っぽいような感じに変わっていくので、うんうん、まあ、色ついてても結構変化が楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで今回はこちら所作の 2.0 コンパクト財布でお会計してみました。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。